今回は無料の録音ソフトオーダーシティをご紹介します。これがオーダーシティのアイコンなんで立ち上げます。初期画面が出ました。これで録音するときはこの赤いボタンを押します。止めるときはこれ、再生がこの三角です。あと気をつけなきゃいけないのは、使うときのマイクとスピーカー、これを自分の接続しているものに確認しておいてください。録音してみますけども、赤いボタンを押して録音が始まりました。ここで、録音するものを喋ります。第10回鶴ヶ島映像フェスティバルを2022年10月1日土曜日1時半から3時半まで若葉駅前出張所で開催しますので、皆さんお越しくださいというふうに言うと、言ったこの内容が今録音されました。これを止めます。再生してみます。録音が始まりました。ここで、録音するものを喋ります。第10回鶴ヶ島映像フェスティバルを2022年10月1日土曜日1時半から3時半まで若葉駅前出張所で開催しますので、皆さんお越しくださいというふうに言うと、言ったこの内容が今録音されました。これを止めますというふうに録音して止めて再生というのができます。それで最初のところはいりませんよね。ここはいらないので、ここを消すのはどうするかというと、選択します。カーソルでドラッグ&ドロップをして白くして、デリートキーでもいいし、ここにハサミがありますから、ハサミで切ります。と切れました。同じようにここもこっちからこっちはいらないんで、これ消します。でハサミで切りました。でこれ再生したってことは音で出ないんですよ、押しても。で加工した後は選択してやらなきゃいけないんで、ここを選択して再生ボタンを押してみます。第10回鶴ヶ島映像フェスティバルを2022年10月1日土曜日1時半から3時半まで若葉駅前出張所で開催しますので、皆さんお越しくださいというふうになりました。じゃあちょっといろいろ加工してみますけども、エフェクト、このエフェクトというボタンにいっぱいあるんですが、押してみるとこんなにあるの。これで、まず 無音の切り詰めってありますから、これを押すと音がないところを詰めてくれますので、無音の切り詰めを押します。でまあ設定がいろいろあるんだけども、これ OK を押します。ちょっと短くなりましたよね。それで私の声ちょっとガラガラなんで、エフェクトからノイズの低減、ノイズの低減やってみます。でこれを押すと、まず一つステップが1と2とありまして、ノイズプロファイルの取得って書いてあるんだけど、その場所を指定しなきゃいけない。今ここからここまで指定してますから、ここで取得をします。できました。これでもう一遍エフェクトからノイズの低減をしてやると、今度下行きましたよね、もうしてるから。でここあまりいじると元の音も消えるんですけど、一遍押してみます。 OK よ。だいぶこのね、波が小さくなりました。これで聞いてみます。第10回鶴ヶ島映像フェスティバルを2022年10月1日土曜日1時半から3時半まで若葉駅前出張所で開催しますので、皆さんお越しくださいというふうにノイズを低減されました。でこれ聞くとまだ私の声なんで、自分の声を聞きたくないという方もいると思うんですけども、ここもエフェクトボタンからピッチの変更ってあるんですよ。これはあの音を上げたり下げたりできるんで、これを押すってやると、ここに音程差、半音で 何段階上げるかって、今3段階になってるんだけど、2段階ぐらいしてみようか。半音で2つ上げてみます。音にこれで OK を押します。処理されたんでこれ聞いてみます。第10回鶴ヶ島映像フェスティバルを2022年10月1日土曜日1時半から3時半まで若葉駅前出張所で開催しますので、皆さんお越しください。ちょっとヤンキー兄ちゃんみたいになったけども、声の質変わりましたよね。1つ上げてみようか。スイッチの変更で今2つ上げたんで、これを1つ下げます。マイナス1にしてみる。
第10回鶴ヶ島映像フェスティバルを2022年10月1日土曜日1時半から3時半まで若葉駅前出張で開催しますので、ちょっと私の声は分かりにくいですよね。でこれでよければ書き出しますんですけど、ここに保存と書き出しとあるんですが、保存というのはこれオーダーシティのファイルとして保存するんで他のものでは使えません。でこのデータをいろいろ保存して加工したときは保存にするし、いいときは他で使いたい場合は書き出しを使います。 MP3 とかウェブとして書き出すということで MP3 で書き出しています。そうするとファイル消えてきますんで、ここで好きなところでですね書き出してもらえばいいと思います。